これから与那国の駐屯地もなんか用地買収かけて、今27ヘクタールなんだけど18ヘクタールまた用地買収してですね、地対空誘導弾部隊、要するにミサイルを置くスペースをですね、拡大していくんですって。そんなお金があるんだったらね、別なことに使えばいいのになって。まあ防衛予算これから5年間で43兆円、ますます無駄なことに使われるんだろうなと思うとですね、これもやっぱり自民党の政治は限界だなと。さっきも言ったように勇ましいふりをするのは単なるおごり高ぶりで、気の緩みにつながりますから。気が緩んでるから勇ましいふりをするんですよ。自民党の先生方もプロとしての仕事をしてほしいなと、与党としてですね。まあもう金集めるのに必死でですね、プロとしてのお仕事ができないということであればですね、僕たちがやっぱり政権にチャレンジして本当の意味で地域の人々の生活を支える政治というものを作っていかなきゃいかんなと。石垣島でも自衛隊の増強をすると、与那国島でも用地買収して増強すると、その、まあ、43兆円がそういうところに使われていくわけですけど、国民の利益に何もなんないでしょ。中国刺激してやっぱどうやって中国や台湾と交流して利益を得ていくかと、人々の生活につなげていくかということを考えるのが私は政府の仕事なのではないかと、強く強く昨日の視察で感じましたし、